サハ共和国内のレンスクの一レナ石中自然公園。川沿いに石の森が連なるレンスクはロシア連邦サハ共和国にある都市である。レナ川上流にある港湾都市でレナ石中自然公園があることでも知られる。サハ共和国の南西部に位置し、レンスク地区の中心地となっている。人口は24,558である。レンスクの北方には 世界有数のダイヤモンド鉱山ミール縫いやウダーチ縫いがあり、レンスクはそのベースキャンプとして、ダイヤモンド採掘企業アルローサの死者が置かれている。その他、林業、建材、食品などの企業もある。中心市街は、レナ川の北岸に広がっており、レナ高地の南縁にあたる。レンスクの標高は、比較的低く、周りは緩やかな盆地状となっており、気候は、 シベリアの典型的な内陸性気候の傾向が強い。レナ川は水運の面でも使われており、川を登るとバイカル湖などに行くことができ、川を下ると8 0 0キロメートル東にあるサハ共和国の首都ヤクウツクなどに行くことができる。川の交通は主に貨物船に使用されており、沿岸には石油基地が設けられている。道路は東の首都ヤクウツク方面。 北のビルイ川流域方面へと伸びているが、レナ川北岸を通って西へ行く道路は 100km 先のニューで止まってしまっている。2006年現在、サハ共和国で4番目に大きい都市となっているが、交通手段は小さな空港、レナ川の水運、ヤクーツクやサハ共和国西部の集落を結ぶ道路しかないため、ロシア政府はヤクーツク、 トンモト方面とレンスクを結ぶ鉄道を通す計画を発表している。2012年7月3日、レナセク中自然公園は世界遺産に登録された。現在のレンスクの場所には、エベンジンの集落、ムフトゥイがあったが、1663年にバイカル湖方面から川を下ってきたロシア人がこの地に入植した。ムフトゥイ改めムフトゥイヤは18世紀のビトゥス。 ベーリングによる第二次カムチャツカ探検の基地として機能し、加工などが作られた。19世紀から20世紀にかけては、政治犯の流刑地にもなった。1950年代には、北の微粒川流域でダイヤモンド鉱山の発見と開発があり、ムフトヤにも影響が及んだ。ミールヌイ鉱山は、ムフトヤから 250km の位置にあり、ムフトヤは、最寄りの町として、 ミールヌイ開発の基地になった。ミールヌイとの間には道路も建設された。1963年には市に昇格し、この時レンスクと改名された。1998年には雪解け水や氷によるレナ川の大洪水が起こり、大きな被害を受け50名近くが死亡、行方不明となった。500個近くの家屋が全壊となり、復旧活動を行ってきた。 2001年春にも大洪水が起こって、市街地が水没し、建物の大半が破壊された。現在のレンスク市街は、洪水後にほぼ完全に作り直された街並みである。ありがとうございます。